1時30分となりましたので、外の運動場向かって左側、滑り台のある運動場にて、まだ連関隊の扉にもいるパンダ運動場、外側運動場の扉が開きまして、中で眠っていたパンダたち、外にのっしりと出てきました。向かって左側の扉から出てきたのはお姉さんのメイヒン、そして右側の扉から出てきたのは弟のエイヒンです。こちら4歳の双子です。ジャイアントパンダで4歳と言いますと、まだ子供の年齢です。大体3をかけると人間の年齢で例えられると言われておりまして、今は大体中学生ぐらい、12歳から15歳ぐらいの遊び盛りのやんちゃなパンダたちです。手前で人参を食べているのがお姉さんのメイヒン、そして水を今飲んでいるのが弟のエイヒンです。皆様、ジャイアントパンダ、顔で見分けることはできますでしょうか。こちらの2頭、実は顔をよくご覧いただきますと、なかなか、違った顔をしているのがお気づきになるかもしれません。手前にいるお姉さんのメイヒンはお母さんパンダラウヒンにそっくりの丸顔をしておりまして、奥にいる弟のエイヒンはお父さんパンダエイメイにそっくりの、面長なほっそりした顔をしております。どうぞ2頭が並びましたら、よくその顔立ちにもご注目ください。ジャイアントパンダは日中たくさんの竹を食べ、お腹がいっぱいになると眠り、またお腹が空くと起き出して食べるという生活を繰り返しております。でそのため午前中にたくさんの竹を用意し、お腹いっぱいになったパンダたちはお昼過ぎまで眠っていることが多いのですが、こちらパンダウェイクアップタイムでは新しい新鮮な竹を用意しておりますので、パンダたちまたお腹が空いてきた時間帯です。たくさんの竹を食べていく姿をご覧いただけます。ただいま池の近くで竹を食べているのはお姉さんのメイヒン、そして皆様の前をゆっくりと歩きながら入り口に探しているのが弟のメイヒンです。ジャイアントパンダはこう見えても意外とグルメなどを嬉しで、用意された竹すべてを食べるわけではございません。ジャイアントパンダは嗅覚も優れておりますので、しっかりと竹の匂いを嗅ぎまして、美味しそうな竹ならば食べていきますが、美味しくないなと感じましたら、そのまま気抜きもせずに次の竹へと移っていきます。ビデオにしてよ。そしてジャイアントパンダが竹を食べる姿、こちらも独特の特徴を持っております。ジャイアントパンダ食べている姿をご覧いただきますと、上手に手で竹を持って食べている姿をご覧いただいております。実はジャイアントパンダもクマの仲間でして、他のクマたちと同じように5本の指が並んで生えております。そのため私たち人間や猿のように物を掴むのは苦手な手の作りをしております。ですけれども、ジャイアントパンダ、手のひらにコブのようなものが発達しておりまして、こちらのコブと手の指でしっかりと物を持つことができるようにと進化してきております。そのため、竹の枝も上手に持ちまして、竹を食べていくことができるようにとなっております。現在、お姉さんのメイヒンは、竹が気に入ったようで、むしゃむしゃと食べておりますが、弟のエイヒン、少し竹が気に入るものがないようで、運動場をゆっくりと歩き続けております。